クリスマスのない2012世なる夜の大騒動はパフォーマンスガールズユニット9が2012年12月14日に赤坂ブリッツで開催されたライブ。また、その模様を収録した映像作品である。2013年4月24日に SME レコーズから DVD とブルーレイで発売された。会場となった赤坂ブリッツ9発のクリスマスライブ。 1> 約1400人を動員。また、2013年2月6日にニューシングル、カラフルの発売と映画、スター・ドライバー・ザ・ムービーのタイアップ、2013年3月13日にリニューアル後2枚目のアルバムの発売、同ライブの映像化、さらには2013年3月10日に中野サンプラザでサンプラザの9の開催がサプライズで発表された。リニューアル後、 SME レコーズから発売する初のライブ DVD& ブルーレイにもある。また発売を記念して4月27日は大阪 HMV3 宮、タワーレコード梅田入社山地店で翌28日は東京タワーレコード渋谷店でリリース記念くじ引きを渡し握手会イベントが行われた。 少女トラベラーマテリアルワールドナインオクロック ER、キョンシーフィーチャリング高校。キョンシーガールイケル、イケル。エンジェルドロップスブレイブモノクロダーリン、ダーリン、ワンダフルワールドチクタクニナイトガールズ、困惑コンフューズクロスオーバーホワイトウィッシーズ、アンコール、ロマンティックムーン流星の口づけシャイニングスターナイン、初の全国ライブハウスツアー、出張。全国ライブハウス高校。 ツアー2012ドキュメント編クリスマスのない2012世なる夜の大騒動バックステージ編ありがとうございます